現在地で前日比 24% ぐらい上昇しているチェーンリンク、リンクに目を向けると週足レベルでこの足は異常ですわね。高値更新してコインベースのサポートだけでそんなあれなんかな、めっちゃ上がってくんかなと、恐ろしいなと。ここで、はい、2019年6月30日本日の仮想通貨時価総額と上位10トークンの相場考察していきます。順番に仮想通貨の時価総額からいくとどうでしょう。10ビリオン以上一気に跳ね上がりましたねのアメリカドル換算346ビリオンと、その通りにステーブルコインのテザー以外はずらっとプラス目立ちますよね。またもやチェーンリンクが 20% 近い上昇して、さらにはライトコイン 14% ですか。フォビトークンに関しても 12% ほどと強烈な上げが目立ちますよね。あっさりあれか、最近の下げは払拭したのかなって想像しますけど。それで日本円換算の時価総額いくと37兆3407億と、こちらもあれですよね、時価総額的に戻してきましたね。やはり週足レベルがなかなかあれですよね、影響ないと。あっさりあれだな、下げても戻してくるの早いなというところで、はい、とそれで時価総額1位のビットコインから順番に見ていきましょう。週足 20MA120MA 特に角度変わらずクロスして、ロウソクも乖離離れて高値更新して、この足見る限りは本当順調ってことですね。まだまだ上っていくだろうというところで、日足行くと 120MA 角度変わらず 20MA 角度ついたままロウソクも乖離離れて、下げた下げたって言ってもそこまであれですね、 20MA 触るほどじゃないかと。やっぱりだな、日足レベルでも相場環境を変えるほどじゃありませんと。4時間行くとここだけあれですね、日足換算の 120MA はそれほど影響ないも、 20MA が右下向いてきて、ただロウソクは一応は上抜いていますというところで、どうでしょう、これ一応は上抜いたらね、ここから水平になっていけば上がっていくと思うんですけど、逆にここでごちゃごちゃしてまた下っていう可能性も否定はできん一方、やはり上位足が上向いてるんで素直に上を期待しますわね。そうだな、ここで早めにエントリーしちゃうかな、抜いたんで。ここでもエントリー仕掛かるでしょうね、多分。右下向いとるっていうのだけ嫌ですけどね。そこを上抜いたんで、早めのエントリーはもちろんありですけど。はい、ということで次は、イーサー。週足25目、7目特に変わらず、ロウソクも高値今週で、やっぱ順調ですわね。25MA に強いて言えば角度がついてこんからそこまでの上昇ってことはないですけど、にしてもロングが入ってるのは間違いないんで順調ですと。日足いくと 25MA 緩やかな上向き、 7MA もなんとかですか、上向きに入ったんだ。一応ロウソク軽く上抜いて、これで 7% 強ほど戻してますね、前日比で。4時間いくとこちらもなんとかあれですか、戻しかけたんだ。 25MA 水平、 7MA が上抜いて、現在はロウソクが 25MA の少し上にいますと、なんとかあれですね、戻してきたってとこですね。絶好のあれでしょうね、エントリーポイントでしょうね。ここは入りますね、これは。負けてもここですね。日足週足上向いとって、4時間足の 25MA を水平をロウソク上抜くのか、ここで買わな、どこで買うんだってとこでしょうね。これ絶対買いますわ。はい、と次はリップル。週足 25MA 7MA そこまで角度変わらず、ロウソクもどうでしょう、4分の1ぐらいは7目に差し掛かったんですけど、高値は更新しとるわけじゃなく、ロング目線なんだけど、なかなかあれですね、25目に角度ついてないんで、そこまで弾けていくってことないですね。冷やしていくと、25目が水平気味も、7目が右下向いて、ただ現在はロウソクがなんとか25目水平まで戻しましたということで、これで前日比が 5% 強ほど上昇するも、いいさほどじゃないですね。やっぱ週足 25MA の角度が弱い分、4時間足でもそこまで戻しきれてないってことですかね。一応は 25MA 水平をロウソクタッチしてるのでリーズナブル位置には戻したんですけどね。で4時間に行くとこちらはまだまだか、 25MA 右下向いて、一応は 7MA の上にロウソクが抜いただけで 25MA まではまだ乖離あり、角度も水平になっていませんということで、4時間足レベルまでは戻してないところですね。ここはやっぱあれですね、再度言ったように 25MA 週足の角度が弱いというところが現れそうでしょうね。はい、ということで次はライトコイン。何をやらかしたんやのライトコインは、週足 25MA 7MA 角度変わらず、ロウソクもなんとかあれですか、瞬間的な安値が 7MA 触りかかるも、一応はこれで前日比が 14% 強ほど戻して、なんとか高値更新までいかんけど、触っとるところは抜けたとこっすか。冷やしていくと 25MA が緩やかな右上、 7MA が右下向いとるも、なんとかあれですか、冷やしレベルでロウソク上抜いたんだ。ここであれか、水平ぐらいになってくるとまた角度ついてくるとこっすか。何のネタで上がってたんでしょうね、この 14% 以上は。冷やしてゴボッと回復してますからね。それにしても早いな。4時間行くと、ここはもうもろですね。昨日の夕方5時、もうここで完全に 7MA、25MA 貫通してって、その後順調に行って 99MA 触るまで戻しましたと。早いな、戻してくるのが。
ここで拾わな、もうライトコインはあれでしょうね、買うタイミングなくなっちゃうでしょうね、完全に。再びまたロング方向へ4時間足レベルも戻してきましたということで。はい、次はキャッシュ ABC。 週足25円目7円目角度変わらず、ロウソク的にはどうでしょう。週足ちょっとマイナス形状しそうな感じなんですけど、一応瞬間的な安値は7円目完全に下抜いてますし、ただこれでも前日比 6% ぐらい戻したんで、まあ全体的に戻したとこですね。冷やしていくと25円目水平上向きも7円目がやや右下、その真ん中にロウソクがいて、なんとかあれですか、耐えて戻してきたとこですね。25円目の上におるのは十分ですわね。で4時間いくとこちらはまだまだか、25円目右下向いて、7MA は上向くもその真ん中にロウソクがいて、 25MA レベルは戻してないとこですね。日足レベルまでは来とるけど、もっと下の方の足はまだまだとこっすか。はい、次はイオス。週足 25MA、 7MA 角度変わらず、ただロウソク的にどうでしょう。安値も半分ぐらい下抜いとって、 7MA の角度は変わらないけど、どっちつかずってとこですね。これで週足安値損失計上するか、 7MA 下抜いていくか、なんとも言えんとこですけど、これで前日比が 5% ぐらい上昇です。日足いくとこちらはまだまだで、日足 25MA 水平、 7MA 右下、その下にロウソクいて、一応は戻してもまだ 25MA レベルまでは戻ってないとこですか。この足レベルでは安泰どうのこうの言える状況ではないと。4時間行くとこちらもまだまだですね。25目右下の角度は変わらず、ただ7目がじわじわ上昇してきて、その買いリスクない真ん中にロウソクがいますよと。さすがにあれですね、週足7目に半分ぐらいロウソク差し掛かっとる通り、4時間足はまだまだあれですね、戻してきた安定したどうのこうのという状況じゃないですね。再度強調しますけど。はい、次はバイナンス。週足25目7目角度変わらず、ロウソクも高値更新はしてなくても7目下抜くわけでなく、ほんと順調ですね。ハードウェアのセキュリティ機を取引所のセキュリティに融合とか、なんか面白いことやってて、相変わらずあれだな、バイナンスはいろいろ開発していくのは、やっぱそこら辺があれでしょうね。価格にも現れてますよね、というところで。冷やしいくと、25円目緩やかな右上、その上にロウソクいるも、7円目が右下っすか。ただ差し掛かっとんで、25円目の曲線的には緩やかに戻してますわね。99円目に関してほんと全く影響ないということで、短いスパンで見ればごちゃごちゃしとるけど、長期的な足で見ればまだ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 って、ほんと何遍でも足りんぐらいのあれですよね、右肩上がりの上昇ですよね、素直に。はい、ということで次は SV。 週足30円目7円目角度変わりなく、ただロウソクの瞬間的な安値が7円目に近づいてきたっていうのが気になるだけですね。ただ高値の基準に関してはそれほど下げとるわけじゃなくて、まだまだあれですね、7円目がちょっと見えてきたぐらいで、相場環境を変えるほどではありませんということで、これで前日比が 5% ぐらい戻しています。冷やしていくと30円目水平気味、7円目が右下、その真ん中にロウソクがいて、なんとかあれですね、30円目を下抜くまでいかずに耐えとるっていう現状ですね。まあ、当然上位足がまだまだ上抜いとるんで、ここはあれですよね、再度上抜きを期待するとこでしょうね。4時間いくと、ただここではあれか、他のトークンと同様に戻しとるレベルではないんだというのが、30円目右下向いて、一応は7円目上向くも、30円目と7円目の真ん中にロウソクがいて、30円目まで戻しとるとこじゃないですね。やっぱここぐらいが水平ぐらいまで戻さんと、さすがに4時間足でも安定したとは言えんので、全体的にここら辺の4時間足レベルがまだあれですね、戻しきれてないというところですね。パーセンテージはグリーンが目立つんですけど。はい、ということで次は、テザー。はい、も変わらずここはほんとステーブルコインなんで、どうのこうのっていうとこないですよね。めっちゃ帰り離れたとこもそんなあるわけじゃなくて、ニュース的なところでもビットフェニックスとテザーで転送してきたという大口ホエールアラートだけで、まあこれは相場戻りつつあればあれですよね、定期的に発行したり転送したりは、まあ親子兄弟やっていくんで、まあ珍しいニュースじゃないというところで、特にあれですね、ネタ的にもチャート的にもそこまで言及することはありませんというところで。はい、次は体の週足25名7名角度変わらず、ロウソク的にも高値更新するわけでなく、かといって7名下抜けるわけでなく、めちゃくちゃ大きな動きしとるわけじゃないですわね。前日換算でこれで 5% 強ぐらい戻しています。日足いくと25円目水平気味、7円目右下向くも25円目の直線までロウソクが戻してきたところですか。なんとか日足レベルまでは戻したというところで、詳細4時間でいくとここはやっぱまだまだですね。25円目右下向くも7円目右上向いて、やはりその真ん中にロウソクがいて、
どのトークも4時間足こんな感じですわね。 7MA ぐらいでは戻しとるんだけど、 25MA まではまだまだ遠くて、その真ん中にトークの基準値がのろうそくがあるっていうのがほぼですわね。とはいえ冷やしとかレベルぐらいまでは戻してきたのは事実というところで、はい、じゃあ当然最後はこれは触れなくてはいけない、現在地で前日比 24% ぐらい上昇しているチェーンリンク、リンクに目を向けると週足レベルでこの足は異常ですわね。高値更新してコインベースのサポートだけでそんなあれなんかな、めっちゃ上がってくんかなと、恐ろしいなと。ここでコインベース上場したトークンみんな買っとけってことね。冷やし行ってもあれですよね、 25MA7MA も角度ついて高値も更新して、冷やしレベルでこれ3日間が何これってとこで、何倍に上がっとるんやってことね。4時間行っても同様ですね、 25MA 角度ついてきて、ただ 7MA でようやくあれですか、頭打ちぐらいに来たんだ。そうだな、上げすぎ感ありますもんね。これで時価総額も20以内一気に来て、ステラやトロンが近づいてくるのか離されていくのかは分からんですけど、どんどんあれですね、こうやって新興勢力が現れてくると面白いですよね。全体的にはなんで上がったのか、ライトコインの 14% 筆頭にもうゴボッと戻しとって、ただ4時間足の 25MA とか 30MA そこら辺の水平角度変えるとこまで戻しとるトークンはほとんどなくて、最近の下げた分をちょっと戻したかなぐらいですよね。また本格的に下の足まで綺麗に上げていく状況ではなくて、それが時価総額には現れてますわね。日本円換算でも最近の時価総額高値までは戻しとるわけじゃないから、ただこんなことを繰り返しながら上昇していくでしょうね。というのは全体的に週足レベルの 25-30MA を全く脅かす存在じゃなくて、 7MA に触っとるのが少しあるぐらいだから、まだまだ上位足の相場環境変えることじゃないんで、当分あれでしょうね、こんな感じのロングトレンドは続いていくでしょうね。ごちゃごちゃしながら週足25差ぐらいになるとちょっとピンチか一回捨てたろかぐらいになりますけど、まあどちらにしろ下げてもやっぱ反発して上げていく可能性の高いですよね。上位足が上向いているというので、まあ、こんな感じでリンクみたいなトークもまた他にも出てくるでしょうね、まあ、それ以上にバイナンスの本当にハードウェアウォレット関連のセキュリティと取引所のセキュリティ融合が本当期待ということで、はい、ということでそんな感じで以上2019年6月30日本日の仮想通貨時価総額上位自由トークにリンクの相場考察でした。そんな感じで終わり。